こんにちは、イラストレーターの後藤優香です。今日も私のお気に入りの絵本を一冊紹介したいと思います。よろしくお願いします。今日紹介するのはじゃん、こちらの猫の看護師ラディという絵本です。淵上サトリーノさんという方が文章を書いていて、上杉忠弘さんという方が絵を描いてます。私も最近この絵本を知りまして、で読んで、まあタイトルでなんとなく予想はしていたんですけど、まんまと最後泣いてしまいまして、とてもとても感動したので今日紹介したいなと思いました。これはまあこのタイトルにあるように、黒猫のラディという猫が、あるポーランドの北部の施設に捨て猫として連れてこられるんですね。でその時は子猫で、もうとても弱っている状態でもらわれてきた、連れられてきた黒猫が徐々に元気になって、でこの動物の介護センターの看板猫になっていく、ストーリーなんですけど、この最初のラディが小さい頃のちょっとこうまだ弱っている時の最初のシーンで、私はかなり猫好きとして心がぐっと苦しくなってしまって、すでにこの辺でああもう泣きそうとか思いながら読んでたんですけど、だんだんその元気になっていく様子とかがすごく、そのもうこの数ページの3ページ4ページ目でぐっと心をつかまれて、一緒にこうホッとするような気持ちになっていました。でこの元気になったラディは、ここの動物介護センターに運ばれてくる少しその怪我をした犬だったりとか、弱っているもう滝にアシカだったりとかそういう動物たちに自然とこう寄り添って元気づけるように、黙ってそばについているような仕草を見せるらしいんですね。でこれここの帯にあるように本当にあった猫のお話だそうで、本当にその絵本っていうのはそもそも物語として進んでいくものが多いと思うんですけど、これは珍しく本当にあったお話を絵本にしたストーリーなんですけど、その動物に寄り添うラディの姿っていうのがですね、とてもイラストでも愛らしく描かれていて、このワンちゃんに寄り添うこのラディの姿だったりとか、あとこのもう怪我をしている動物っていうのはそもそも人間に対してすごく警戒心を持ってたりだとか怯えていたりするのを、このラディがそっと寄り添うことで、その寄り添われる動物も一緒に心が安らぐような仕草を見せるっていう風に描かれていて、ああ動物同士だからこそ通じる心っていうのがあるのかなという風にちょっと驚きながらも読んでいました。でこれポーランドのお話っていうことで、この時にはなんか大きなヘラジカが運ばれてきましたなんていうお話も中にあったりとかして、日本だったらなかなか巨大なヘラジカが、ね、運ばれてくる病院っていうのが、ね、なかなかないと思うんですけど、これは海外ならではのお話だと思ってて、しかもこのラディ、子猫のラディからしたら自分の10倍どころか もっと何十倍も体の大きさがある動物にもゆっくりと近づいて寄り添うっていう風にお話では描かれていて、きっとこのラディはその同じ動物としての痛みだったりとか、自分が経験した寂しさだったりとかをもしかしてその共有してるんじゃないかっていう風に思わせるような、人間からしたらそう思うしかないっていうぐらいこう奇跡的な仕草を見せるんですね。それが私としては本当にあったお話っていうのがとてもある意味信じられなくて、実家で飼っている私の猫は人間に寄りつかないどころか、猫2匹同士でもめちゃめちゃ喧嘩をしているような、もうめちゃめちゃな猫を飼っているので、こんなに心穏やかな同じ猫として見習ってほしいとものすごく思いました。でこれとても私が面白いなと思ったのが、この上杉忠弘さん、よろしかったらチャンネル登録もお願いします。